平安時代初期に創建され、二度の火災に遭いながらも、奇跡的に聖観音様だけが残ったと伝えられています。恵心僧図元心が掘り込んだと伝えられるもので、造高 92.4 センチ、ヒノキ材、漆箔、地獄作り、平安時代後期、大変貴重なことから重要文化財に指定されています。観音様の中には、つぼみの状態の花を持っている像もあります。これは、ミフレンゲと呼ばれるものです。観音様は菩薩、つまり修行中の実になります。悟りの象徴であるレンゲが、つぼみなのは、修行中であるということを表しているんです。お地蔵様のですね、漢字、長眼かどうかを皆さん確かめております。でこちらは写真 OK なので皆さんですね写真を撮っております。お顔は私大好きなんですよ。優しそうなお顔でこう座って見てる時とこう立って見てる時の機嫌さが違うというか、なんか座ってこうやって拝んでるなんかすごい優しそうで、すごい自分の母親みたいな感じがするわ。忍者が有名でいらっしゃるこのお寺に、うん、でこれを見にいらっしゃる方が多いんっていう。ほんで昔はこの横に碑が大きな、あの石碑があったんですよ。あの槍の名人やったっていう人のね。こちらは玉眼ですね。玉眼入ってます。綺麗ですね。光背綺麗。曲が入ってるし、年代は新しいかな。うん、すごい。どこでか。今朝からはどこ行ってきました？ああ、横でしょ。で、ズズズズズ。わかんないな。違う、玉じゃなくて、ほら、八方睨みだっておっしゃるから、目が追うことがあるかな。優しそうな顔ね。優しいお顔がしてね。ねえ。ただ、八方睨みはやっぱり遠いとわかんないですね。そうですね、それはあの特にそうではないけど、子供なんかが見ると、なんかあっち行ってもこっち行っても睨まれてるって。睨まれて。悪いことはできないっていう。造高102センチ、ヒノキ材、縦1材で調整してます。半金色の観音流像。頭上に水形を結い、額に水晶製の白子を入れてます。絵文も藤原風の幽霊さが保たれています。長眼の刀法は古式によるものと考えられます。こちらね、自伝では、カムカラの運慶の作って言われてるんですね。重要文化財です。この絵はがきの桜綺麗ね。桜の時期ではなかったけれど。昔はですね、大きなお寺で、黄河六大寺の一つだったんですけれど、織田信長のですね、陛下によって伽藍のほとんどが焼失してしまいまして、記録も何も残ってないんです。11面千手観音菩薩立像は平安時代終わり頃に造立されたと考えられています。特徴としては体を取り囲むように配置される腕と頭の上の複数のお顔、造高136センチで一木造りのお像です。衣やお顔の表情から
平安時代後期この頃の造立じゃないかと思われます。重要文化財です。撮ってます、はい、はい、撮ってるとこ撮ってます。実はさ、誰かさ、 V サインしてくれた人がいたけどV サインはいらないよあまり仏様に V サインはね、合唱してくれない。物品がさ、低くやってないからさ、同じ形にならないんだよね。お父さん、背中かけます？エタノール大丈夫だったら。はい、じゃあ、お願いします。ちょっとしたらさ、後ろにさ、いないでさ、正面から撮りたいって人がいるからさ、後ろに入らないっていう時間で3、1分ぐらいつくんない？いや、5分か10分つかないそんなに、そんなに死んじゃうかも。何、ライト？ライト、全面で。全面、はい。はい。で、みんなさ、あの、ね、背の高さから撮ってるけど、本当は物資は下から、信者さん見上げるって感じだから。ただ下から撮るとか橋の花が邪魔しそうだな。いや、そんなこともあるあるな。斜め45度が撮れないの、ハスがいるからね。でもハスどかしてって言ったらちょっとガチ当たりになる。どかしてダメやこれ。ちょっとこっちやりまやったことあるな。私開けちゃったことあるの。箱を開けて。どこでしたっけ？この辺だよ。ああ、あったな。全部買いました。ここがね、素晴らしいのよ。このね、わかります？この薄い布、この中を通っていくと、あー、いいね。これで布が映っていて、で、このビー玉、風情ありますね。ですね。マンダラですね。